方々圏は、アメリカ合衆国ニュージャージー州ハドソン郡にある都市で、ある。2010年国勢調査で、の人口は5万5人である。ニューヨーク都市圏に属している。NASA 撮影の方々圏方々圏は、北緯40度44分41秒整形74度一部59秒、北緯40.74472度整形74.03306度、 4 0 7 4 4 7 2 7 4 0 3 3 0 6 2 1市、ハドソン川の西岸にあって、川向こうはニューヨークシマンハッタンである。隣接しているのは、対岸ではウエストビレッジやチェルシー、西岸では北のウィーホー県後部やユニオンシティと南西のジャージーシティの間にある。アメリカが州国統計局によると、方々県市は総面積3.3平方キロメートルである。 うち1.8平方キロメートルが陸地で、残りが水域である。総面積の35.35% 35が水域となっている。チップコードは07030。地域コードは201オーバー0551である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。方峰県のワシントンストリート。イタリアン様式の建物方峰県の通り。 応募剣という名前は、ジョン・スティーブンス大佐がこの地域一帯の土地を購入した時に付けられた。エナペ族がここで石鹸石を集めてパイプを掘り出していたので、この地域をタバコのパイプの土地と呼んでおり、その言葉、ホポガンハッキングがなまったものと信じられている。この地域に最初に住んだヨーロッパ人はニューネーデルラントに移住したオランダ人開拓者であり、 レナペ族の言葉を縮めた可能性がある。ただし、それを確認できる文書化された記録はない。やはり確認はできないが、1983年にベルギーのアントウェルペンに並行されたフランドルの町、ホーゲブーヘン、またはホーゲブーケンから名付けられたという説がある。この名前は中世オランダ語から派生したもので、高いブナという意味がある。また、 17世紀オランダのロッテルダムで地主であった番、ほぼ剣一家にちなんで名付けられたという説もある。ロッテルダムには一家の名前を取った広場がある。18世紀と19世紀にニュージャージー北部で話されていたジャージーダッチというオランダ語の方言があるが、これはゼーラント語とフランドル語をもとに英語とおそらくレナペ語の影響を受けたものであり、そのジャージーダッチでこの地域が何と呼ばれていたかも。 明らかでない。北に隣接するウィーホーケミや南のコミニポー及びハリシマスと同様に、峰峰県はその時代の話し言葉の中で変化してきた。高い崖を意味しキャッスルポイントを指す可能性のあるコーランダ語のホブックは植民地時代に使われ、後に英語ではホバックと綴られてきた。峰峰県の非公式のニックネームはマイルスクエアシティであるが、 実際にハドソン川の水面下にある部、19世紀終盤から20世紀初めにかけての、方峰県は、人口も文化もドイツ語を話す人々が圧倒的なものになり、時には、リトルブレーメンと呼ぶこともあった。それらの人々の多くは、ノースバーゲンの方峰県墓地に埋葬されている。方峰県はもともと島であり、東は、ハドソン川、西は、ニュージャージー断崖の足元にある干潟であった。 そこは、エナペ族が季節によって宿営地としていた。エナペ族は、ハドソン川とデラウェア川の間の土地に2800年以上も住んでいたと考えられている。この地域の領有権を主張した最初のヨーロッパ人は、オランダ東インド会社のためにこの地域を公開したイギリス人、ヘンリー・ハドソンであった。ハドソンは乗ってきた、ハーブ・ミーン号を1609年10月2日に、 ウィーホー健康部に停泊させた。この新しい地域を管理するためにユナイテッド、ニューネデルラント会社が作られ、1623年6月にオランダ植民地となった。1630年、アムステルダム市長でオランダ西インド会社の支配人でもあったミカエル・ポウが、4年以内に50人以上の開拓村を作るという条件で、ノースリバーと呼ばれていた川の西岸の地主特許を得た。 三人のレナペ族が八十ファソムの貝殻玉、二十ファソムの布、十二個の夜間、六丁の銃、二枚の毛布、一個のダブルケトル、および半損のビールと引き換えに、放剛券となる土地を売却した。これらの取引は1630年7月12日から11月22日までの様々な日付が記されており、当時この地域の運搬手段の違いによるものと思われる。 ポーウは開拓地を作れなかったので、1633年に会社に土地を買い戻された。後にヘンドリック・バン・ボルストが取得し、一部を農夫のエールとバン・プッテンに対応した。1643年、後にキャッスル・ポイントと呼ばれる場所の北に、バン・プッテンは家と北、アメリカでは最初の醸造所を建てた。一連のインディアンとオランダ人の襲撃と、 その報復の中で、バンプッテンは殺され家も破壊され、パボニアのすべての住人はニューアムステルダムに戻るよう命令された。レナペ族との関係が気まずくなり、この孤立した島はニューアムステルダムとの距離もあったことからそれ以上の植民が進まなかった。1664年イギリスがほとんど抵抗もないままにニューアムステルダムを占領し、1674年に この地域は東ジャージー植民地の一部となった。この植民地が1675年に4つの地域区分に分けられ、方望権はバーゲン軍の一部となり、1840年2月22日にハドソン軍が作られた時にその一部となった。ニューイングランドからやってきた英語を話す人々がオランダ人と共にこの地域にパラパラと入ったが、 ほとんど人口は増えず農地のままであった。最終的にこの地域はウィリアム・ベイヤードの所有するところとなった。ベイヤードは最初はアメリカの独立を支持していたが、1776年にハドソン川と改名された川の西岸を含み、ニューヨーク市がイギリス軍に陥落すると王道派に倶えした。アメリカ独立戦争が終わった時、ベイヤードの土地は、 ニュージャージー革命政府に没収された。1784年、ウィリアム・ベイヤードのホーバックの農地とされる土地が、競売にかけられ、ジョン・スティーブンス・大佐の手に、米下18,360ポンドで落ちた。鉄道駅前のフェリー乗船上,上1880年代の、ハドソン川1800年代初期、ジョン・スティーブンス・大佐は水際を、マンハッタン10人のリゾート地として開発し、これが、 利益の上がる収入源になった。その金はスティーブンスが多くの機械的な発明を試すために使われた可能性がある。1811年10月11日、スティーブンスはその持ち船ジュリアナ号でマンハッタンと奉納権の間を世界では初めての蒸気船を使った私を始めた。1825年、スティーブンスは自分の所有地を走る。 蒸気機関車と数量の客車を設計し作り上げた。1832年、泉の水を呼び物とするシビルの洞窟を開き、1841年に、エドガー・アーラン・ポーがその場所で起こった事件を題材に、マリー・ロージェの謎を書いた後は伝説になった。1880年代遅くに泉は汚染されていることが分かって閉鎖され、1930年代には、コンクリートで埋められた。 1838年、スティーブンスが死ぬ前に、方々県土地改良会社を設立し、19世紀、半ばと後半はその子孫によって運営された。この会社が、道路や外区の配置を決め、家を建て、工場用地を開発した。一般的に住居は3階、ないし5階建ての一種レンガ作りが並び、今日でも5番目以上の外区と共に残っている。方々県の港と、 工業地域としての利点が明白になってきた。方々県の町は1849年4月9日にノースバーゲンタウンシップから分離してタウンシップとして設立された。人口や雇用数が増加するにつれて住民は本格的な市政執行の必要性を感じるようになり、1855年3月29日に住民投票が行われ、 その前日に署名されたニュージャージー州議会の法律を批准して法剛県市が生まれた。その後に行われた選挙でコーニーリアス・ V クリックナーが初代市長になった。1859年3月15日、法剛県市とノースバーゲンタウンシップの一部からウィー・ホーケンタウンシップが作られた。1870年、エドウィン・ウェイ・スティーブンスの遺蔵に基づき、 スティーブンス家の以前の土地であったキャッスルポイントにスティーブンス工科大学が創設された。19世紀終わり頃までに大きな商船会社が方々健康を積み荷の上げ下ろしに使うようになり、またデラウェアラッカワナウェスタン鉄道が伸びて港につなぐ水際に鉄道駅、方々県駅を作った。19世紀の大半はドイツ人移民が多かったが市内でも 圧倒的多数になったのが、この時期であり、少なくとも、ハンブルクアメリカ航路の主要な停泊港であったことが、要因の一部であった。主要産業である、造船業に加えて、1884年には、製月機のコイフェルエッサーがティート・ヤンラングドライドックに3階建ての工場を構えた。20世紀への変わり目に放剛県を本拠とした、著名企業には、コーヒーのマクスウェルハウス、 紅茶のリプトンティを呼び歌詞のホステスがあった。エリシアン球場で開催された初期の野球方剖剣が野球の発祥地であるという主張は1846年に方剖剣のエリシアン球場でニッカーボッカークラブとニューヨークナインの試合が初めてのクラブ対抗戦として開催されたことを根拠としている。十一番街とワシントンストリートにある名盤と野球のダイヤモンドにした。 舗装道路がこの出来事の記念である。1845年、アレクサンダー・カートライトが設立したニッカー・ボッカークラブはニューヨークが本拠だったが、マンハッタンに適当なグラウンドがなかったためにエリシアン球場を使い始めた。選手には、セント・ジョージズ・クリケットクラブの選手でもある、ハリー・ライトとジョージ・ライトの兄弟、イギリス生まれのジャーナリストで、 アメリカの娯楽という言葉を作ったヘンリー・チャドウィックが含まれていた。1850年代までにマンハッタンに本拠を置くナショナル野球選手協会のメンバーがエリシアン球場を本拠としている一方でセント・ジョージズは同じ球場でカナダ、イギリス及びアメリカの国際試合を開催し続けた。1859年プロのクリケットチームであるジャック・パーズ・アール・イングランド・イレブンが ユナイテッドステーツとエンゥーと方納券で対戦して楽勝した。サムライトとその息子たち、ハリーとジョージが負けたユナイテッドステーツとエンゥーの選手であり、この敗北で心ならずも地元の選手たちに野球を取り上げるよう奨励することになった。ヘンリー・チャドウィックはアマチュアのアメリカ選手は プロの選手に要求されるような高レベルのクリケット技能を鍛えるだけの時間がないという結論を引き出し、クリケットではなく野球がアメリカの娯楽になるべきと考えた。ハリーとジョージの兄弟は1869年にアーロン・チャンピオンの出資で新シシナティレット・ストッキングスを立ち上げた時にアメリカでは最初のプロ野球選手となった。1865年、エリシアン球場で ニューヨークのミューチュアルクラブとブルックリンのアトランティッククラブの選手権試合が開催されおよそ2万人の監修を集めた。この光景が印刷屋のカリアアイブズのリトグラフ、アメリカの国民的野球試合に収められた。ブルックリンにフェンスで囲まれた野球場が2つできて、工業主は入場料を取ることが可能になり、エリシアン球場の栄光の時代は去った。 1868年、マンハッタンの主導的なクラブであるミューチュアールが、ブルックリンのユニオングラウンドに本拠を移した。1880年、ニューヨークメトロポリタンズとジャイアンツの創設者たちが、ポログラウンズとして知られることになるマンハッタンの野球場を本拠とすることができた。アメリカ合衆国が第一次世界大戦への参戦を決めたとき、奉望圏のハンブルクアメリカ航路の桟橋は、 土地収容の対象になった。港は連邦政府の管理下に置かれ、反ドイツ感情の高まりとともに、市内の一部は戒厳霊下に置かれた。多くのドイツ人は移民管理局があった、エリスアイランドに強制移住させられるか、市から離れることになった。方望権はヨーロッパに出生する兵士の主要な乗船港となり、同防医と呼ばれる三百万人以上の兵士が出港した。 兵士たちは早期の帰還を期待していたので、パーシング将軍が天国、地獄あるいは方奉劇、クリスマスまでにというスローガンを作った。第一次世界大戦が終わると、アドリア海の港湾市モルフェッタからのイタリア人が市の大きな民族集団となり、アイルランドからの移民も増えるようになった。方奉劇も不況を経験したが、造船所や工場の仕事はあり、 借屋は一杯になった。中央ヨーロッパのドイツ語を話すユダヤ人が移民してきて小さな事業を営んだ。ニューヨークニュージャージー港湾公社が1921年4月30日に設立された。1927年にホランドトンネル、1937年にリンカーントンネルが完成し、ニュージャージーとニューヨーク市が会場によらず車で通行できるようになった。 第二次世界大戦は方望権の活力を回復させた。市内にある多くの産業が戦争遂行に必要とされた。男たちが戦争に行くと多くの女性が工場で雇われ、トットー戦所をはじめとするいくつかの工場では女性を職勢につけるなど動機づけを図った。福音兵の中には GI の住居手形を使う者も,もいたが、民族集団や家族の絆のある者は、 市内に泊まることを選んだ。1950年代、市の経済は、依然、トッド造船所、マクスウェルハウス、リプトンティ、ホステス、ベスレヘムスチールなど、大きな工場のある企業に支えられ、そここ,こで大きな機関設備に対する投資も衰えなかった。労働組合が強く、給与もそこそこ良かった。しかし、1960年代までに、事態は、崩れていった。 20世紀への変わり目に建てられた住居が見すぼらしく、なりしかも混み合っていた。造船業は外国の方が安く作れるようになった。服装した市内の通りにあるレンガ造りの建物よりも駐車場に囲まれた一階建ての工場の方が製造業においても物流においても経済的になった。製造業は緑の多い広野に移り、港は大きな設備のある。 ニューアーク湾に仕事を奪われ、車、トラック及び飛行機が従来の鉄道や船に置き換わって、アメリカの輸送力において支配的になると、峰峰県の街は容赦ない衰退の痛みを味わうようになった。峰峰県市民の多くは、金号のバーゲン郡やパセイク郡の郊外に移住し、土地の価格が低下した。峰峰県は、 以前の活気ある港湾市の象徴的な存在から衰退の代表に変わり、しばしばパターソン、エリザベス、カムデン、及び隣のジャージーシティなど、同じような現象に苦しむニュージャージー州の都市と同列に加えられた。古い経済基盤はなくなり、新しいことは何も見えてこなかった。リバーストリート沿いの いわゆるスラムを壊すこと、またマリンビュープラザや、中心街のチャーチタワーズに助成金のある、中程度の所得者向け住宅を建てたことにより、人口の減少を食い止める試みが行われた。長く集められないままのゴミの山や半分野生化した、犬の群れは見慣れない光景ではなくなった。方々犬視は、今より良き時代を経験しているが、今でも決して見捨てられていることはない。 新しい移民の到来、多くはプエルトリ個人であるが、小規模ながら商店の営業を継続させ、放棄されていた住居が使われるようになった。しかし、多くの仕事があるというわけにはいかなかった。ザ・アベニューと呼ばれるワシントン・ストリートは、板で玄関が閉じられてしまうこともなく、市民であることをまだ誇りにしている多くの者たちの親密な近所付き合いが残った。 スティーブンス工科大学は一級の工業系大学のままであり、マックスウェルハウスは製造音を出し続けており、ベスレヘムスティールは丘に上がった水夫を労働者として雇っている。イタリア系アメリカ人などは総菜店に古い近所付き合いを求めて戻ってきた。いくつかの通りはまだ危ういが多くは夜でも安全である。峰峰券のウォーターフロントが峰券を典型的な 港町として特徴付け、19世紀から20世紀半ばまでの経済力を与えた。その頃のウォーターフロントは工業地域であり、大半が一般人には立ち入りできなかった。リプトンの紅茶工場とマクスウェルハウスの大きなコーヒー工場とベスレヘムスティールの缶ドックが長い、間北側の部分を占領していた。南側は元ハンブルクアメリカ航路の基地であったが第一次世界。 大戦勃発時に土地収容によって連邦政府に抑えられ、その後は東海岸の主要貨物専攻であった。1954年製作の映画、鳩場はアメリカの映画の中でも常に5本の指に入る名作だが、奉望圏で撮影され、公安労働者の荒々しく乱雑な生活と組織犯罪による組合の浸透を劇的に描いていた。 週刊高速道路網の建設とコンテナに役設備の導入で、ドックは時代遅れとなり、1970年代までに多くが廃棄された。リバーストリートの一帯はバーバリコーストと呼ばれ、昔は造船港、水夫、海の商人など船乗りたちの酒場や宿屋があったが、市街地再開発計画の一部として取り上げられた。没収された地域の管理は九百五十年代に、 死に戻されたが、公安公社との複雑な賃貸契約によりその管理にほとんど影響を及ぼしていなかった。1980年代、ウォーターフロント問題が放暴権の主要政治課題になり、様々な市民団体や市政府が時には扱いにくい、時には愚かしい政策と裁判に巻き込まれた。1990年代、公安公社、様々なレベルの自治体、 工法県市民及び私企業の開発業者が合意し、ウォーターフロントに商業ビルと住居ビルを建設し、オープンスペースを設けることになった。ウォーターフロントの北側部分は私企業の所有する場所であったが、これも再開発された。カンドックと生産施設は削り取られて、中層のアパートが作られ、その多くは投資用住居として販売された。 いくつかの建物は改修されて再利用に回された。その顕著な例が峰峰県歴史博物館の喫茶室と機械室である。新しい建物は格子状の街路に沿って建てる、容疑無付けられ、町の建築的特色と川もまでの視界を保つように高さ制限が設けられた。中心街のシナトラ公園とシナトラドライブは峰峰県の最も有名な息子と考えられる男。 フランクシナトラにちなんだものであり、山手のマクスウェルという名前はコーヒーを焙煎する香りが町に運ばれてきたことを思い出させ、さらに最後の一滴まで美味しいの大きなネオンサインが長い、歴史のある風景の一部となっている。中間地区はジャモンガ岩の露出部があり、その上にはスティーブンス工科大学がある。ここには唯一の未開発区域がある。 崖の下には長く封印されたままのシビルの洞窟があり、今は再開の計画がある。川津海の遊歩道は、ハドソン川ウォーターフロント歩道の一部であり、州が建てたマスタープランでは、ベイオンブリッジからジョージ・ワシントンブリッジまでをつなぎ、どこでも水辺に降りていけるようにし、ニューヨークのスカイラインを背景にハドソン川の広々とした眺めを楽しめる会場の都市公園になる。 1970年代から1980年代にかけて、峰峰県では、陶器熱が高まった。これは、ニューヨークなどの住人が、20世紀の代わり目頃に、作られた、褐色砂岩の壁の家を購入して移り住み、中産階級が、昔のままに残っていた地域に入り込んだことと、19世紀、峰峰県は、連続した火事を経験したが、このいくつかは放火と判明した。 不動産投資会社のアプライドハウジングが、合衆国政府の支援を利用して、準標準化住宅を改修し、援助された家賃を受け取る仕組みを作った。これで低収入者、住処を追われた者、障害者でも町に入って来られるようになった。方々権には、芸術家、音楽家、高度に機動性のある通勤者、およびボヘミアンタイプの者が引き付けられている。彼らは破産した。 ニューヨークの社会経済的可能性と挑戦に興味を持ち、方望権の住居、公共建築及び商業建築の美学に価値を見出し、その地域社会の感覚、比較的安い賃貸量及び列車ですぐに飛び出していけることに重きを置いている。マックスウェルが解放され、方望権はヒップな生活の場となった。この社会的変革の中で、いわゆる新残者が 市内東半分の古顔に置き換わった。このジェントリフィケーション現象はブルックリンの一部やジャージーシティの中心街及びマンハッタンのイーストビレッジに似ている。また以前は人が住んでいなかった双方地区やトライベッカ地区にも規模は小さいが似ている。芸術家や若い人が住むようになって街に対する認識が変わり、以前はそこに移り住もうと考えもしなかった人々が 興味を持ち、安全で面白く、結果的に望ましい街だと考えるようになった。多くの郊外居住者、海外企業駐在員の家族、国際人及び移民で、ニューヨークニュージャージー地域のマンハッタンに近いところで機会を求めたものは、ハドソン側のジャージー側にその住処を求め始め、不動産ブームも手伝って、多くののが投機機会を求めた。空き地に建物が建ち、 借屋はコンドミニアムになった。方傍県はワールドトレードセンターの破壊を通切に感じ取った。新しい住民の多くはそこで働いており、方傍県を不動産用の金を投資する場所に選んだ人々だったからである。再開発でウォーターフロントの元工場地帯への新しい建築が奨励され、伝統的に貧困層の多い市の西側はハドソンバーゲンライトレールと ニュージャージー州土地活用政策と相まってトランジットビレッジの計画が進んでいる。方法剛県はアメリカの都心隣接生活再発見の焦点になり続けている。また、ニューヨーク都市圏に移住したいと願う者の,の最初の足場ともなっている。方法剛県市はホークナー法の下で市政を敷き、市長と区院の委員の市政委員会によって運営されている。委員会委員の3名は、 自然体から選ばれ、残り6人は市内6つの区を代表している。候補者は政党に属さないことになっている。法剛県市の現在の市長はデイビッド・ロバーツである。市政委員会のメンバーは下記のようになっている。市長選の歴史、編集法剛県の自治都市として150年の歴史で、市長や市政委員会メンバーの選挙は法剛県の地域社会で運営されてきた。 方防権の政治的視野は、シティホールと市民の間の強い関係によって、形作られてきた。市長や委員に出馬する者は方防権で育った人々である。最近の市長選の結果は、以下の通りであった。方防権は、連邦議会では第13選挙区であり、衆議会では第33選挙区の一部である。ニュージャージー州の連邦議会第13選挙区は、 エセックス、ハドソン、ミドルセックス及びユニオン各軍を含み、現在はアルビオ・シレスが議員である。シレスは2006年1月16日以降空席となっていた議席を2006年11月7日の補選で獲得した。その前の議員はボブ・メネンデスであり、ニュージャージー州知事になったジョン・コーザインの後を追って上院議員に回った。もう一人の上院議員は、 フランク・ローテンバーグである。州議会第33選挙区は、上院がバーナード・ケニー、会員がブライアン・ピース・タックとシルベリオ・ベガが大議員となっている。州知事はジョン・コーザインである。ハドソン軍の軍執行役はトマス・エー・デ・ガイズである。執行役が選ばれたフリー・ホールダーと共に議会を構成し、軍政を担当している。 フリーホールダーは9人で次の通りとなっている。第1区、ドーリーン・ワカンド・リューディ・リドメニコ。第2区、ウィリアム・オデア。第3区、ジェフリー・ダブリン。第4区、エリュー・リベラ。第5区、モーリス・フィッツ・ギ・ボンズ。第6区、ディロリバス。第7区、ジェラルド・ランゲ・ジュニア。第8区、トマス・リッチオ。第9区、アルバート・シフェリ。方々権益のプラットフォーム現代の方々権。方権は、 ハドソン郡と同様に人口密度が高く多民族が住んでいる。近年ベッドタウン化している。現職州知事のジョンコーザインは方峰県に住み続けているが知事校舎のあるドラムスワケットで職務を遂行しているので市内で見られることは稀である。方峰県の公立学校はアボット地区の方峰県教育委員会が運営している。 この地区には3つの7年生小学校がある。第8学年を受け持つ中等学校が2校、第9から第12学年を受け持つ方々研高等学校1校がある。小学校は8年生にしようとしている。さらに、次の8年生チャータースクールがあり、方々研教育委員会とは別に、ニュージャージー州教育局コミッショナーに認められた公立学校である。 スティーブンス工科大学の縄文型入り口は、方峰圏生まれを示す。19世紀の講師町街路計画で4つの公園も配置された。他の公園は後に作られたが、市内南東の街路に合わせられた。方峰圏公園イニシャチブは、市内にさらに多くの公共空間を作る市の計画であり、私、企業とのトレードオフによる寄付やニュージャージー州、グリーンエーカー基金及び、 政府の認めるものを資金計画に使っている。これは様々な市民団体と市役所との議論のもととなっている。提案されている計画の中でもまだ実現されていないのがマクスウェルプレイスのものであり、その開発者は公共の歩道を作ることが義務付けられている。他の計画は次の通り。ありがとうございます。